フォーメーションは 3-4-2-1 です。キーパーは佐川、3バック、今日は柳、藤原、キャプテンの戸立という3人です。ダブルボランチは山本と松井、右のワイドに古賀、左に吉田明夫、ツーシャドウが菊谷、ロリスティネッリ、最前線今日は川辺ではなく脇坂良平を起用してきています。そしてベンチには今日、今月頭、今シーズン限りで引退を発表しました大泉和也も控えています。システムは 4-4-2 です。こちらは前節の長野戦からゴールキーパー以外フィールドプレイヤーは全て同じというメンバーになります。キーパー今日田尻はベンチスタートで糸原です。4バック石田、増谷、鈴木、キャプテン石井、ダブルボランチにセセと新井です。右には石川、左にムン・インジュ、前線は田口と沢上という2トップになります。左に幅を取っています石井です。中で呼ぶクロスボール、新井は打ってきます。ファーストシュートは鳥取の新井です。ただこちらも3連敗の後、ここ3試合は2勝1分け負けなし、ともにいい状態で終盤に入っています。斜めのパス、脇坂出てきた、脇坂股の間を狙いましたが、今日先発の糸原よく止めました。直接来ます。ここも狙ってきました、鳥取セセのキックでした。ここがセンターバックです。右サイドの石川、ボックスの中入ってくる石川、今シーズン12ゴール目、石川の得点で先制、アウェー鳥取です。押し込んだ時点でも石川はずっとゴール前に待っていました。で前で田口がうまく潰れて、その後ろから石川、サイドバックの石田からのクロスを見事に合わせていきました。うまく奪いました、石川無に出す、無銀次打つ、枠の上、高い位置で奪った石川 PK、 宮内に対してイエローカードが提示されました。ここで折り返そうとしたんですが、宮内のブロックにあって、しっかり決め切った。石川の2ゴールで0対2、後半にも追加点が生まれました、アウェーの鳥取です。佐川も反応はしてましたけれども、そのキーパーも届かない左下、今日がホームラストゲームになります大泉和也。今シーズンは今日が4試合目の出場、いずれも途中出場です。26節の松本戦が今シーズンここまでは最後の出場でした。それ以来の出場になっています。最後のスペース出てくる田村、折り返す、合わせました、清永。途中出場から2試合連続ゴール、0対3。もっと結果を残さないとというようなコメントもありましたけれども、今日もしっかりと出場機会を生かしました。前の浮き球のパス、こちらも交代で入った田村がいい抜け出しを見せました。
83分にさらに追加点。アウェーの鳥取がリードを広げました。そして鳥取は17番の瀬能が得点後のタイミングで入りました。その瀬能、右が空いている石川、石川打つ、ハットトリック石川大地。今日だけで3ゴール、今シーズン14ゴール目。ここも前がかりになっていた YS 横浜の間のスペースでうまく瀬能が受けて、石川のところは完全にフリーになってました。ワンタッチでそのまま落ち着いて流し込んだ石川大地です。和田、柔らかいボール落とす、左足、吉田のシュートはキーパー正面。そしてここで長い笛、最後の最後に決定的なシーンが訪れましたが得点はなりませんでした。アウェーの鳥取が大量4得点、この終盤で連勝を飾って最後のホームゲームへと戻るということになりました。